はい、どうも、みなさん、こんばんは。皆様こんばんは。はい、今日は、えー、日曜日でしたので、えー、佐賀バス、まるっとフリーデー、ちゅうことで、えー、佐賀県内の、えー、バスですね、一部高速バスとかを除いて、えー、佐賀県内であれば、えー、無料ちうことで、 え、1>, 1月に入りまして、2回目の実施となりました。で、私の方もですね、朝から、え、ちょっと回ってきました。え、最初ですね、え、の方の、え、両の春から、え、唐津大手口まで、え、行きまして、え、ちょっとそこで、ちょっといろいろと、ちょっと時間散歩してたってな、え、いろいろちょっと時間を潰しながら、で、唐津大手口から、え、伊万里駅前、 の方まで。えー、そこで、あの、この前、えー、正月の時に、年末年始休館の時に、あの、ホテルの方に泊まりましたので、えー、そこのホテルの方の領収書を持って、えー、観光船、観光協会の方に、えー、ちょっと行きました。えー、ロマンシングサガーの方ですね。えー、アイテムですね。絵はがきがありましたので、えー、それをいただきに、はい、行きました。 で、その後、今木から、え、唐津、え、大手口の方まで、で、そこでちょっと、お昼ご飯をとって、え、唐津駅のところで、え、ロマサガステーションのところの方行きまして、え、その後、え、唐津大手口から、え、佐賀の方、え、片手の方、え、片手じゃない、え、県警本部ですね、佐賀の県警本部前まで、え、行きまして、 ちょっと、えー、県庁前まで、バス停まで歩いて、で、そこから、えー、モラージュ佐賀、来まして、えー、モラージュ佐賀の方で、ちょっとお買い物してから、また、モラージュ佐賀から、えー、佐賀駅バスセンター、そして、えー、佐賀駅バスセンターより、えた、ー、く、駅、北口の方まで、というコースで、えー、やってまいりました。え内訳ですけども、え両、ー、の春からからすまでが880円。 えー、唐津から伊万里の往復で2100円。えー、唐津大手口から、えー、佐賀の県警本部の方までが1200円。えー、県庁前から、えー、モラージュ佐賀までが160、えー、160円ですね。えー、モラージュ佐賀から佐賀駅バスセンターまでが180円。 佐賀駅バスセンターから宅駅北口までが760円っていうことで、えー、合計ですね、あの通常ですと5280円かかるんですよね。これだけの香水いますと。えー、それが、えー、今日は無料でした。非常にた、あの、助かりました違う分、うん、と助かります。で、やっぱり、あのー、 まだ路線によってはね、やっぱりあの、通常はガラガラなのに今日はあの、非常に多く、多く、多くのお客さんでにぎわっとったってあの、特にあの、唐津と佐賀の便を結ぶ瓶は、やっぱり昼間はかなりやっぱり盛況だったらしくて、確かに、 私も昼13時20分でしたかね。でしたね。うん。えー、唐津、えー、バスセンターの方からの佐賀行きですけども、もう、えっ、ー、と、始発便で、そうね、もう、あらか、3、30人ぐらいはもう並んでましたもんね。まず、通常ではありえないことで、だいたいもう5人ぐらい並 5人ぐらい、6人ぐらいいらっしゃれば、まあ、いい風な感じですけども、でも今日はもう無料で、ちことでもう、まあ、話聞きつけた、なんか、まあ、どういう、まあね、大々的な宣伝もやってましたんで、もう大盛況でも、立ちどころにね、あの、中型バスがいになっちゃったっていう、まあ、そういうのが今日一日ありました。<laughs> まあやっぱり市内の、探しないの方でもね、やっぱりまあの、まあそこそこモラジュ瓶もまあ入ってましたし、ねえ、夢ダウン瓶もそこそこ多かったんで。まあ、まあ瓶によってはね、ちょっとね、ガラガラのやつも、まあ確かにありましたけども、まあ結構ね、あの、盛況ではありました。まあやっぱり、えーまあ、あの まあ思ったのはやっぱり潜在的に需要があるんだなというふうには感じました。なので、まあ何かしらの施策をすれば、まあ活性化はできるんじゃないのかなというふうにはやっぱり思います。<laughs> ま、あの、皆様方におかれましてもですね、あの、本当あの、この機会にですね、あの、バスの方のね、あの、利用をですね、あの、どんどんしていただきたいな、というふうに思います。で、あの、日曜日ですね、2月までにはなりますけども、あの、日曜日は、あの、こういう感じで、あの、無料での、あの、やつをやってますので、 ま、それを、あの、上手に組み合わせると、あの、非常にお得に、あの、旅ができますので、本当いや、本当すごく良かったです。も通常5000ちょい、五千円ちょいかかるところが、あの、もう、移動代が無料だったっていうので。 まあ確かに、まあその陰で、あの、列車からすの方がもうガラガラだったっいうのも、ちょっと確かにありました。本、う、当、ん、なので、まあちょっとバスと、まあ、列車との兼ね合いですね。まあなかなかちょっと難しい面もね、ちょっとあるのかもしれませんけどですね。やっぱりまあバスを無料にするっていうことはもう、もう列車の方はなんかどうでもいいんじゃないか、どうでもいいのか。 というふうな、まあ、話も、その懸念も確かにあります、まあ、いろいろ。なので、まああのー、今後としてはやっぱり列車とバスのやっぱり連携でしょうね。まあ、連携してあ、足を確保するというような感じにしていく必要性が多分あるかと思,う、まあ、思います <laughs> で。やっぱり私たちも まあ、なかなかね、ちょっとね、いろいろ都合が、まあ、いろいろあるかと思いますけども、あのもできるならばもうあの、公共交通の方の,、ね、あの利用地の,あの極力やっぱりお願いしたいなっていうふうには、やっぱり思います。まあ、今はねあの、こうやって車を運転するのってるからいいですけど、まあ、いざね、やっぱり例えば、あの事故に遭ったとか。 あやってしまったから、ちょっと車がない。あのー、すぐにはちょっと用意ができない。なら、ちょっと列車で買わとか、バスで買わなきゃいけない。でも、全然、あのー、もう利用客が少なくても廃止になったとか、もう全然、もう便がないとか、まあそういうことになればね、やれば非常に不便なことにもなりますので、まあ確かにね、車の運転する、運転はですね、あの、 するしてるからまあ別にねどうでもいいみたいな感じでねまあ思ってらっしゃる方が多いかとは思うんですけどもやっぱりねいざとな時いざという時ですねやっぱり何もないとねやっぱり困るんですよねやっぱりうんまあそれもありますのでまああのまあ1ヶ月2ヶ月12ヶ月まあ3ヶ月に1回でもいいのでうん もうそれでいいと思うので、まあ、あの、まあ、タンク管でもいいので、まあ、ちょっとね、あのこ、見直していただいて、あの利用していただけたらなというふうには、やっぱり思います。まあ、まあ、中にはね、あの、今日、まあ、無料だから、ね、うん、そういう、まあ、 そういった形で、まあ、利用されてた方も、まあ、大体いらっしゃったんじゃないかな、というふうには思います。まあ、それを機に、まあ、ちょっとね、関心を持っていただいて、まあ、今後のね、利用にえつなげ、つなげればな、というふうには思っております。はい、また、ちょっとね、日曜日になりましたらですね、またちょっとね、ちょっと、どっかね、こう、 行けれなないかなととううにはちょっとねあの考えておりますす佐賀県内の方です、ねとまあ、例えば、ちょっとね、呼ぶ子とか、またちょっと呼ぶ子のイカ食いに行こうかなとか、ちょっと名古屋城博物館とか、名古屋城跡とか、あの辺も行ってみようかなとか、まあ、限界の方行こうかなとか、うん、ちょっとね、あの,あの辺りはねあの、無料でも歩いたら、うん、結構、 結構、この辺りもねバス代結構かかるので、そういったところをちょっとねあの回ってみようかなって、天気の具合とかも見ながら、ちょっと行ってみようかなというふうには、ちょっと今後も思っておりますし、タラ方面とかでも使えるんであれば、列車とバスを組み合わせたり、ちょっと外、ここはねあの組み合わせたりして。 えーいや、い、い、けなか、い、けないかな、というふうには、えー、考えてはおります。はい、えー、そんなわけで、えー、佐賀バス丸とフリーデーということで、まあ別に佐賀県民だけでもの物事でもないので、例えば、あの、東京の方から、あの、佐賀行きの,の、行きの、あの、飛行機で、えー、来られましたと。 で、そこから、あの、佐賀駅バスセンターまでのリムジンバスあるんですけども、まあ、日曜日でしたらもうね、あの、1月2月の日曜日でしたら、これも、これも無料なんで、うん、まあ、そうした使い方もでき、いろいろとできるので,です、ね、本当あのー、よろしかったら、あのー、この機会に、あのー、活用していただけると、あのー、非常にいいんじゃないかな、というふうには思います。はい、えー、そんなわけで、あのー、佐賀バスまる フリーデーということでちょっとお内をさせていただきました。前もね、あのちょっとやったんですけども、改めてちょっとご案内の方をさせていただきました。はい、ありがとうございます。